今回紹介するスレはこちら。とある一気を見た。あれ、こんなに暗かったっけ暗い。インデックスすごい可愛い。ミサカちゃんこれ狂犬じゃない。ちょっと敵強すぎない。開幕から無限火炎ゴーレム、聖人とかいうクソだかハードル。インデックスすごい可愛い。いいだろ？一もインデックス沼に浸れ。インデックスは魔性の女だしミコッちゃんはチンピラだぞ。なんか想像してたよりダークで、想像してたより神嬢さんが不幸だった。初期嬢さんはイメージの3倍くらいうじうじしてるし、自虐的だし、1000倍くらいインデックスへの感情が重い。イノケンティウスが思い出のそれより強い。3000度、無限復元追尾付きとかいう鬼畜。1話のミコッちゃんマジでやべえ女だったな。追っ手がガチすぎる。今考えたら成人クラス2名じゃねえか。そもそもインちゃん学園都市しかもただの学生の元にいていい人材じゃねえもの。世界最高峰、かっこ魔術サイドの英知だから他の組織に渡るくらいなら最悪処刑で済めばいいくらいの重要人物だし。一致は初見かい？昔ぼんやりラノベを読んでた記憶があるだけだぞ。アニメの記憶はほぼ消え去ってるんだ。アクセラレータ線はレールガンで色々盛られてたけど、原作小説の描写だと戦闘シーンはインデックスの方が正しくて上条さんのダメージ描写はレールガンの方が正しかったりする。吹っ飛ばされて風車の柱に激突してたのどっちだったっけ？原作とレールガンでは風車にぶつかってる。金書アニメは転がされただけ。一気のアクセラレータ線、血の一滴も出てないの草生える。比較すると、レールガンとの力の入れ方の差に泣けてくる。これに関しては時代の違いとかレールガンは劇場版のスタッフがそのまま入ってたとかの事情も多少考慮してあげるべきだと思うの。金書のアニメは場合によっては包帯すら省くからな。アクアにやられた上条が原作と違って全く瀕死に見えなかった件。魔術サイドの敵が明らかにおかしい。お前らレベル的に新薬でオティヌスの前座とかやるレベルの強さじゃねえか。アウレオルス、お前再登場しないか？お前強すぎて序盤に出るやつじゃないんだよ。上条さんもドラゴン出してるし、あそこ戦いの規模がラストバトルとかその辺すぎる。魔術の規模がおかしい。グレムリンとかやっぱり寄せ集めだったんだなってくらいの強さしてない？アウレオルス今でも魔術師って枠なら最強の一角では？目的が限定されてたから被害が少なかったが、本当に手段を選ばずに暴れたら、神の右隻よりも強いと思う。アウレオルスとミーシャはどう考えても創薬頃まで進んだ段階で出てきていい敵なんよ。初期の話ってシリーズ全体で見ると割と異質感ある気がする。吸血鬼とかほとんど触れられてないし。アウレオルスは2巻に出していい敵じゃない。エンゼルフォールは4巻に出てきていい事件じゃない。アウレオルスの超絶隠した錬金術師ですらロス壊滅させられるからな。学園都市レベル5第1位を3巻で相手に？むしろ相対的に弱い方に入るのおかしいだろ。もともと金書って、ダークな雰囲気の中、迷いのある敵を、上条さんが青少年の青い主張をぶつけて右手で決着をつけるという作品だからな。一方さんが一期アニメ範囲内で一番弱いってマジでおかしいと思うよ。アニメ一期の範囲の敵で一番弱いのはシェリーだろ。相性的にエサリよりも弱い。しかもデバフされてない前世紀のアクセラレータ。いや、ステイルじゃ一方に勝てなくね。そうかな。炎を燃え広がらせ周囲の酸素を急速に消費して酸欠状態を引き起こせば勝てるけど、その前に倒されると思う。ステイルは身体能力は上条よりも下だし。原作4巻までの範囲ならともかく、アニメ1期の範囲で、それはない。シェリーやエサリではアクセラレータに勝てない。特に物理攻撃だけのシェリーは相性が最悪だ。エンゼルフォールまでかとなんか勘違いしてたわ。そういえばシェリーのところまでだったな。じゃあ物理のシェリーは無理だな。すまん。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。